海外の反応、世界の故障しない車トップ5、日本車が驚愕のトップ5独占。アメリカのメディア企業 CNET で編集委員を務めているブライアン・クーリー氏が、米自動車管理局に登録されている自動車の初年度登録年月や走行距離をもとにして、今までのデータから最も長持ちする車種トップ5を選出しています。世界には大小300以上の自動車メーカーが存在する中、なんと日本メーカーの自動車がトップ5を独占。外国人から様々な反応が寄せられていましたので今回はその一部を合わせてご紹介します。世界の最も長持ちする車種トップ5。5位、日産マキシマ。北米、メキシコ、ドバイなどで販売するセダン及びワゴン。日本でもかつて販売されていたが1994年に同ブランド名の車種は販売終了し、国外専売モデルとなっている。4位、ホンダオデッセイ。日本モデルの初代オデッセイは北米にも輸出されたが、現地ではサイズが小さい、エンジンが非力という評価を受けヒットにはならなかった。そのため2代目オデッセイからは北米向けモデルとしてラグレートを現地生産した。日本国内向けのオデッセイに比べボディとエンジンの排気量が拡大されている。3位、トヨタアバロン。トヨタ自動車が北米で製造販売する前輪駆動の大型上級セダン、北米トヨタブランドのフラッグシップカーである。初代と2代目モデルは日本へ輸出され、オーストラリアでも製造販売されていた。2位、スバルレガシー。レガシーはスバルが生産販売する同社のフラッグシップカー。今や日本国内より北米での売り上げの方が高いほどである。1位、ホンダアコード。ホンダが生産販売している中型乗用車、かつてはミドルクラスの位置づけであったが、シビックのミドルクラスへの移行とインスパイアの生産終了に伴い、アッパーミドルクラスへと移行している。2018年の北米カーオブザイヤーを受賞。海外の反応。 OAE 14年落ちのアコードセダンに乗ってるけど未だに現役。まあ1500ドルくらいは修理費に使ってはいるが、後オイル漏れも結構してる。それでも特に問題ない。アメリカ、14年走ってるわけだからね。パッキンとか交換しないで乗り続けるのはさすがに無理。国籍不明。車は A 地点から B 地点まで行ければそれでいいよ。アメリカ、要は日本人が一番信頼できる車を作るってことか。リトアニア、いいや。一番選んで間違いない車はゴルゴ240だ。ノルウェー、トヨタハイラックス以上に信頼できる。そんな車はこの地球上に存在しないぜ旦那。国籍不明。ミニバンがランキングに入ってることに驚いた。国籍不明。ミニバンは車じゃないよな。ミニバンはミニバンなんだ。車の形をしてはいるけど違う区分だよ。セダンと違ってリアドアがスライド式だし、あとトヨタカムリは5位にした方がいい。それで日産マキシマが4位ね。国籍不明。このランキングは馬鹿げてると思う。どんな車でもちゃんとメンテナンスさえしてれば、壊れることなくいつまでも走るもんなんだよ。スウェーデン、某ドイツメーカーの車は俺の中では最低だったよ。サービスも定期点検の時もそれはもうひどかった。フィリピン、2004年式のホンダアコードのオーナーとして保証しよう。32万キロ走ってるけど、今も相変わらず良い走りは健在だ。アメリカ、日本の自動車メーカーには敬意しかない。カナダ、最後まで壊れることなく走る車は日本車だけか。興味深い。アメリカ、とりあえずアメリカの車よりははるかに上だな。それは紛れもない事実だ。カナダ、そうだね。でも走ってて楽しいのは欧州車かな。アメリカ、だから君たち、ゴルゴ240を知らないのかって。ノルウェー、正直ゴルゴの車は最低1台入ってると思ってた。アメリカ、アメリカ人なんだからアメリカの車を買おうや。アメリカ、信頼できる車って他にもっとあるけどな。あとマツダ MPV はオデッセイより壊れにくいよ。アメリカ、個人的にはシビックが1番だと思うが、アコードが2番、
牧島はランキングから容赦なく外せ。国籍不明。なんで牧島ダメなの？今まで乗ってきた車の中では俺的に最高なんだけど。16年間。46万キロ以上乗ってるけどまだまだ元気だぞ。アメリカ。日本人は車の作り方をよくわかってるよな。ウクライナ。トヨタカローラが入ってないのはおかしくない。国籍不明。リコール問題があったのが影響してるんじゃないの？国籍不明。やっぱ日本車か。サプライズが全くないランキングだな。アメリカ。笑っちゃうくらいに妥当な順位。俺も10年間同じスバル車に乗り続けてんだけど、頭を抱えちゃうような問題はまだ一度も起きてない。君たちも壊れない車が欲しいなら、スバルの車を買うんだ。イギリス。フォルクスワーゲンビートルは仙台。燃費いいんだよあの車。50年以上人気が廃れてないって、ある意味すごい耐久性じゃない。今でも世界中で走り続けてるんだから。アメリカ。ランキングに入れるとしても正直、昔のだけかな。最近のビートルには往年の耐久性はない。アメリカ、スバルとホンダは同じくらい買っとけば間違いない車だと思う。雪国か田舎に住んでるなら、ガゼンスバルがいい。国籍不明。大事なのはメーカーじゃなくてメンテナンスだって。国籍不明。俺が12年間乗り続けたトヨタのマトリックスなんか。下取りしてもらった時走行距離が40万キロを超えてたわ。それでも大きな問題は一度もなかったし、サビも全然なかった。新しく買ったホンダ車もそれくらい元気な子ならいいけど。カナダ。全部日本車なの。俺はてっきり1位はドイツの車かと思ってたよ。アラブ首長国連邦。日本車の丈夫さは本当に驚異的だと思う。最高。シンガポール。オデッセイは名前補正が入ってないか？トランスミッションの問題は結構なもんだったんだぜ。アメリカ。日本車だけなんだ。面白いね。俺の国じゃ日本車とドイツ車は壊れない車の代名詞だ。メキシコ。ランキングに入ったのは全部日本の車か。ですよね。イギリス。いかがでしたでしょうか？日本の製品が世界中で評判が良いのはとても嬉しく。誇らしいことですね。日本の先人たちに敬意を払えつつ動画を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。